こんばんは、日常演武です。本日はこちら魔法用ナシスというお店のいちごタルトを食べたいと思いますが、魔法の用ナシス、一応一面に敷き詰められたいちごの中に浮かんでいる白い魔女の絵と文字が、なんか工作みたいで縁がいいですね。では早速食べていきたいと思いますが、どんな味なのかな、楽しみなんです。ちょっと触れると嫌なので、もう手元に持ってスプーンしか手元に今ないんですよね。だからごめんなさい、もう刺してこのままいきます。ではいただきます。ではいただきますと思って食べたら、うわこれすごいな、いちごがじゅわっと広がってきて、もうしっかりくっついちゃってるから、ちょっとお下品な食べ方になってるのは勘弁してください。こんな風にケーキ食ってる人って多分あんまりいないと思うんだけど、包丁用意しとけばよかった。ミスした。だけどこのためだけに包丁買うのもめんどくさい。てか昔使ってた包丁まだあったはずだから探してくればよかったって今更言っても始まらないんですけどね。いちごはじゅわっと甘酸っぱさが広がり、タルト生地はサクサクとしていて美味しいです。少々お値段張ったんだけど買ってよかった。詳細はこの後すぐに。ごちそうさまでした。上の方に乗っているいちごは噛んだ瞬間にコンポートの甘さとじゅわっと広がる酸味が見事にマッチしていたら、甘いだけでも酸っぱいだけでもない、しても美味しいいちごの味を感じることができました。コンポートなんですけど、そこまで甘ったるくはなく、いちごのさっぱりとした酸味を十分に引き出している。十分じゃなくて十二分さ、このタルト生地もサクサクという心地よい音を口の中で噛むたびに響かせてくれて、私の大好きなサクサク音を最初から最後まで楽しむことができて美味しかったです。生地がサクサクしたタルトがお好きや、ジュワッと広がる甘酸っぱいイチゴが好きなあなたにはぜひ食べてほしいですね。今回私楽天で買ったんですけど、概要欄にショップと商品のリンク記載しておきます。そして今日食べたこのイチゴのコンポートタルトケーキ、魔法の洋菓子、そして販売は本当にイチゴ好きやタルト好きの人みんなに食べてもらいたいと、これもそこから私が思った商品なので文句なしの6点とさせていただきます。はい、じゃあちょっとしたこれホタルビア、兵士の心を癒す歌、確かにじっと眺めてると癒されるかもしれません。というわけで本日は魔法洋菓子店のいちごのコンポートタルトを食べてみた動画でしたが、あなたは私の動画を見ていちごのコンポートタルトを食べてみたいと思ってくれましたが、もし思ってくださったのであれば今すぐ概要欄から、そして本日もご視聴ありがとうございました、コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演武終演。